潜航状態で奄美大島の海域を航行する他国の潜水艦が確認されました。スクリューの回転音でどこの潜水艦かわかるらしいです。日本の探知能力が試されたのかな？中国のものではないかと推定された理由や何の目的なのかについて詳しく見てみましょう。海上自衛隊の潜水艦の元艦長のお話もとても興味深いですね。2020年6月18日午後、鹿児島県の奄美大島の北東の海域の接続海域内を、戦没潜水艦が西に進んでいるのを海上自衛隊が確認し、海上自衛隊の P1 哨戒機、P3C 哨戒機それに、護衛艦、加賀、など、護衛艦3隻で警戒監視を行ったと防衛省が発表した。20日午前には、接続海域外に出て、鹿児島県の横西島の西を進み、自衛隊の護衛艦や、哨戒機が追尾し警戒監視、及び情報収集をしました。領海への侵入はなかったが、何の目的であったか、どこの国の潜水艦なのか、については、日本側の探知能力に関わるとして、防衛省は公表できないとしていますが、他国の潜水艦が、接続水域で確認されたのはおよそ2年ぶりということです。防衛省は記者会見で、18日から20日にかけて、接続海域を潜水したまま航行した外国の潜水艦について、情報を総合的にまとめると、中国のものではないかと推定していると述べました。狭い海域を縫うように進んでいたことから、政府関係者によると、近年、海洋進出を強めている中国海軍の潜水艦の能力を見せつけた可能性もあるとしています。国際法上、潜水艦が他国の沖合の領海内を航行する場合は、浮上して国旗などを掲げなければならない。との決まりがありますが、今回は接続水域で領海内への侵入はなかったので、潜航は認められており、違法には当たらない。しかし、接続海域まで来ての潜航は珍しいことで、今回は領海のすぐ側を通る行動を見せていることから、このような行為は日本の探知能力を試すような行動であったとも考えられるが、海上自衛隊の潜水艦は世界一の能力があると言ってもいいでしょう。しかし、四方を海に囲まれた海洋国家である日本では、他国との貿易にしても、海上輸送に頼る部分が大きく、近年の海洋においての脅威に対しても海洋作戦においても、潜水艦の能力がとても重要であり、防衛の鍵を握っています。領海、接続水域、排他的経済水域について説明しますね。領海とは、領土から、一番近い場所で12海里、およそ 22.2km の範囲を指し、基本的には他国の漁船は操業できないが、秩序を守った船の航行はできます。接続水域とは、領海の外側に接している水域で24海里、およそ 44.4km までの範囲を指し、他国の船は自由に航行できます。しかし、沿岸国は、密入国を防ぐことや、不審船に対し、警告を発することが可能です。排他的経済水域、EEZ とは、領土から続く200海里向こうまで、およそ 370.4km までの範囲を指す。ちなみに、その外側を公海といい、どの国からの影響も受けず、自由に航行できます。詳しい優先的な権利については、国連海洋法条約にて決められている。今回は、領海への侵入はなかったものの、接続水域を潜ったまま通過するといった、なんとも不愉快でね。この状況について、
海上自衛隊元海将で、潜水艦、林尾の艦長を務められていた伊藤俊幸氏は、次のように話しています。潜水艦が他国の接続海域を潜った状態で通過することは、完全に意図的なことである。人間に指紋があるように、スクリューの回転音など潜水艦には、それぞれの音紋がある。海上自衛隊やアメリカ軍、イギリス軍も、それら潜水艦固有の音紋を保有しており、どこの潜水艦かは判別可能である。だから、自分が海上自衛隊に捕捉されているということも理解している上で、その探知能力を試すのが一番の目的だったのでしょう。習近平主席による独裁体制が確立して以降、ナショナリズムを高揚させるために、軍が主導して、対外的に強硬策を取っていると聞いている。昨年から、このような動きは始まっており、また、尖閣諸島においては、政治的にとても敏感な問題だということは、習近平政権も承知していることで、これは、長期にわたる問題ですね。2022年の時点で、中国海軍の原子力潜水艦、通常型潜水艦、航空母艦、駆逐艦などの主力艦を301隻保有しており、数的には中国が世界最大の海軍となっています。もちろん、海上自衛隊も艦の数では追い越された形になっています。伊藤氏の話を続けると、今回の問題は潜っている潜水艦を発見する能力が重要であり、現在はアメリカ海軍がその能力ではトップと言われています。しかし、1990年代までは日本の海上自衛隊が敵なしの状態であった。海上自衛隊は横須賀のアメリカ海軍第7艦隊と一緒に訓練を行っていたため、アメリカに影響を受けるように能力が上がっていった。加えて、B3C 哨戒機を100機体制にしたことで、一気にレベルアップした。例えば、私は、1998年に6カ国が参加し、ハワイ沖で行われたアメリカ海軍主催の環太平洋合同演習、ビムパックに日本代表として参加したが、潜水艦、林尾、一隻で、アメリカを含めた艦隊を全滅させた。今でも、フランス、イギリス、中国、ロシアは、対潜戦の技術ではダメで、ミサイル防衛の能力とイージス艦の能力においては、日本とアメリカのみが、群を抜いている状況である。そういったことから、アメリカは、世界で一緒にやれるのは日本の海上自衛隊のみだと言っており、そこで中国海軍は日本を妙に意識していると話していた。伊藤氏の話の中に出てきたビムパック艦太平洋合同演習は、アメリカ海軍主催でハワイの周辺海域で実施される世界最大級の各国海軍の軍事演習で、目的は3カ国の共同作戦能力の向上であり、防衛省関係のニュースにはよく出てくるワードである。1971年に初めて開催され、その後は毎年開催されていたが、1974年以降は規模の拡大に伴って学年の実施に変更されました。日本の海上自衛隊は1980年から総40年も前から参加しており、非英語圏からの参加は日本が初めてでした。参加国はアメリカの同盟国に限らず、2012年にはロシアが参加、2014年からは中国も参加しています。リム PAC は当初多国間海軍演習という位置づけであったが、世界情勢が変化していく中で、あくまで主体は海軍であることに変わりはないが、アメリカ軍は陸軍、
空軍、海兵隊を統合した運用へ方向転換しました。開催ごとに参加国も増えていき、28回目となったリムパック2022では26カ国、アメリカの空母エイブラハム・リンカーンをはじめとした艦艇が38隻、潜水艦が4隻、航空機は170機、2万5000名の参加となりました。防衛省によると、最近の海外の艦艇の行動に関して、今回の他国の潜水艦を確認したことについて、緊張感を持って、情報収集、警戒監視に万全を期すこととの指示を出しています。さらに、伊藤氏は、2001年9月11日の同時建テロ事件の前後、ワシントンにて駐在武官をしており、その当時、アメリカでは、エムブデッド、記者などが従軍するという意味という言葉がありました。どういうことかというと、戦場に記者を同行させ、軍の動きをありのままに見せるということを、やっていると聞いた。私は、こういう時代を待ち望んでいたと、感動したのを覚えている。その後、自衛隊の広報室長の職も務めたが、日本のお役所作業というものは、どうしても、硬い部分が多くて、記者などの外部に、情報提供をしたり、ありのままを見せるということを避けたがっていた。とも話していました。要するに、国防に関わることを一般国民に伝えるのが難しいのではなく、教えたくないという強いムードが伺える。機密が漏洩してしまえば、日本が危うくなるというのが前提にあるからではないでしょうか。しかし、海で働く人たちには、海上自衛隊や海上保安庁の職員のみならず、その他多くの漁業関係者や観光客相手の仕事をしている人たちが存在しており、日本が抱えている対外的な課題を、その多くの人々にも知ってもらう必要があります。2021年9月10日にも、同じ奄美大島の接続海域において潜航している潜水艦が確認されており、その時は潜水艦の近くに中国のルーヤン3級ミサイル駆逐艦1隻が同行していた。この時も領海への侵入はなかったものの、日本を牽制している。2022年以降も中国海軍の遼寧のほか、ミサイル駆逐艦やフリゲート艦、高速戦闘支援艦などが、東シナ海や太平洋上にて、活発な活動を見せています。沖縄本島と宮古島間を南下する際には、この海域において、遼寧の艦載機が、300回以上も発着艦を繰り返しました。この海域では、中国軍の無人偵察機の飛行も確認されており、軍事的な圧力を強めていると考えられます。2022年9月には、鹿児島県周辺の日本領海への侵入も確認されており、これまでで、すでに7回目の領海侵入となる。このように、中国海軍の日本近海で活発な動きをしており、海上自衛隊と中国海軍による平時の攻防が続けられています。政府は外交ルートを通じ、中国側には懸念を伝えるのみではなく、政治的な思惑があるのでしょうが、強く抗議して具体的な措置を行ってほしいですね。中国は建国100周年に向けて、習近平国家主席が中国の夢、中華民族の偉大なる復興を実現させようとしています。このようなチャイナドリームの実現のための日本に対する中国側の一方的な活動には警戒しなければなりません。不測の事態に備え、自衛隊は海外の敵対する国から日本国民を守るために、国の機関や防衛省は詳しい情報を開示してもらいたい。